蘇る死人。スクバタール様に裏切られた。俺たちが弱いと言ってた。皆殺しにして、鬼は全て倒せ。その宝はクロードの手に渡った。猛虎兵の手にはスクバタールの税の秘密が書かれた巻物が握られていた。クロードは先を急いだ。クロードが道なりに進むと、小さくのどかな集落にたどり着いた。道の先から数えられぬほどの鬼がこちらに向かっている。奴らの狙いは一つ、クロードの首だ。闇ガラス、血の跡が真っ白な雪を濁ったような黒に変えて集落の外へと続く。猛虎兵のむくろからスクバタール隊の証を見つけた。クロードは真相に近づいている。クロードに災難が降りかかる。命を落としかねない災難が。イオの分身が近くに潜んでいるのであろう。鼻をつく血の匂いがしている。闇ガラス、まるでこの世を呪うような声にならぬ苦しみが霧に覆い隠された家から漏れている。丘の上に立つ家から人の悲鳴がこだましている。闇ガラス、屋敷を包んでいた霧が少しずつ消えていく。誰かが船着き場で経を読んでいるのだろうか。霧の中に深く響いている。船着き場を覆っていた霧はゆっくりと川下に消えている。にわかにスクバタールの声が村中に響き渡った。来い、クロードよ。
強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。闇ガラス。資料兵の助けを借りてスクバタールは逃げた。クロードは焼き尽くされた村を後にする。スクバタールを打ち倒し、他の民に同じ苦しみを味わわせぬことを誓って。